ジャス、おはようございます。パルと申します。アップデートバージョン 1.7.2 が公開されました。これでね、ポケモンのアメ一覧がねバックに追加されました。まさかのサプライズ追加でしたね。今回はね、最初にざっくりとアップデ内容を確認してから、私無課金でだいたい10ヶ月くらい特定の睡眠タイプなんかを狙わずにまったりと遊んでいるね、こんな無課金プレイヤーのポケモンのアメバッグ、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。このねアメの数に応じて次に育成するポケモンとかをふんわり決めてもいいなと思ってますし、どんなポケモンのアメが溜まりやすいのかみたいなね、何か発見があるのかななんて思ったりもしてます。それでは参ります。ということでね、まずはアップデートの内容から確認していきましょう。バージョン 1.7.2 となりました。アップデート内容、新機能は園庭リサーチイベントの準備ですね。おそらくこうマップのグラフィックだったり音楽だったり、そういったものが追加されたんでしょうかね。どうでしょう。また若草本島が燃え盛って私のスマホが激重になるのかもしれませんね。そしてね、まさかのサプライズ追加、ポケモンのアメバッグ機能を追加してくれました。バッグからねポケモンのアメ一覧で確認できるようになってます。後ほど見ていきましょう。そしてゲーム内容については、睡眠 EXP ボーナスゲージの、まあ、獲得できる条件が緩和されて、その時点のリサーチランクで達することができるレベル上限に達したポケモンがいたら、まあ、睡眠 EXP ボーナスゲージが発動するというような感じになりました。今だとね、まあ、最高レベル55のポケモンがいないと発動しなかったんですけど、結構もう本当に推しポケとかにね、飴を注ぎ続けてた人なんかはもう最序盤の頃からレベル35とか40ぐらいでね、天井にぶつかってたんじゃないかなと思うので、これありがたいですよね。で、駆け出しリサーチャー特典に内容が追加されました。最初の7日間、まあ、7回分のリサーチかはチャンスが1体確定するのと、各フィールドのフィールドボーナスの合計が 100% 未満の場合、だから10週間分かなはフィールドボーナスが 10% 上昇するようになりましたので、ぜひ皆さん若草本島以外に行くのがいいんじゃないかなと私思っております。若草本島ってイベントの旅に戻ってくるので、このね 10% は他に振り分けた方がいいんじゃないかなって気がするんですけど、そこもまたイベントでエナジー稼げるようになるから難しい問題ですね。オッケー、そんな感じでバランス調整、一部のポケモンのお手伝い能力が調整されました。もうペルシアンはお手伝い時間短縮、ルカリオもお手伝い時間短縮なので純粋強化、ゴルダックは食材確率が上がったので多少リンゴを集めやすくなったのかなと思います。最大処理数アップはね、これリンゴが4個持ってこられるんですよね、レベル30の時点で。で、まあ上振れてね、リンゴってポンポンってお手伝いしちゃった場合、速攻でね処理数埋まってしまうので、まあそれを緩和するための措置なのかななんて思います。一方ソーナンスはスキル発生確率が上がっていて処理数がちょっと上がったっていう、スキルの方面の、まあ、シンプルな強化というような感じですね。非常にありがたいなと思います。そして GO++ 使ってる方ね、 GO++ って一気に何件か睡眠リサーチを行うことができたんですね。私それも知らなかったんですけど、2件送った場合は2件ね、同時にというか一緒に毎回通常の睡眠リサーチを行うことができるようになったみたいで、3件以上まとめて報告した場合は1回だけやって、残りはまとめて報告となるんだそうです、というようなアップデートがございましたのでね、気になる気になるポケモンの飴、ここからがまあ本編といいますか、見ていきたいなと思います。ということで、食材道具ポケモンの飴が見られるようになってます。オッケー、最初はねこう図鑑ナンバー順で並んでるんですけれども、早速不思議種の飴500個超えてたりとか、ゼニガメの飴が600結構超えてたりとかしますね。オッケー、じゃあこれ所持数順に並べ替えて見てみたいなと思います。あ、ちなみに今バグが発生していて、ここの並び順を変えると、あの道具バッグの並び順もバグるらしいですオッケー、ということでこんなのがね、まずメインアカウントのポケモンの飴バッグとなります。プリンの飴堂々1274個、知ってたプリンの飴ね、マジで集まるよ、本当に集まるので、あのプリンを序盤でゲットした方もできるだけプリンに万能飴はあげない方がいいと思います。うん、まあもともとねこうスキルタイプのポケモンで、レベルが低くてもスキルさえ強ければ活躍できるというポケモンでもあるので、例えばねレベル25にスキル確率アップ M があって、どうしてもそこまでは取りたいんだみたいな場合は、まあ、そこまでパッと取って、あとはもう一切万能飴をプリンにはあげない、プクリンにはあげないみたいにしちゃっても十分育成できるかなと思います。ちなみにプクリンは育成してません。で、マダツボミの飴だね、これもマダツボミもね、やっぱり出現フィールドが若草、シアン、ウノハナ、ラピス4フィールドだし、
ウツドンもシアンに出てくるし、ウツボットは若草ラピスに出てくるので、まあ、かなりアメの集まりやすいポケモンでありますね。育成もしたくてずっと捕まえてて、私フレンドレベルはそろそろ10後半とかになってるんじゃなかったっけな。で、まあ、あの博士のところに送ったマラツボミもかなり、まあ、かなりって言ってもね、100個には満たないんですけどぐらいのアメは足されてるんですが、相当にてアメの集まりやすいポケモンですので、やっぱり次育成するのはマダツボミになるかなーなんていう気がしますね。そして EV もやっぱりトップクラス、やっぱここら辺は本当にトップオブトップだね。プリン、マダツボミ、まあ、プリン EV、そしてマダツボミというような感じかな。 EV に関しては私ブイズと育ててないといえばないんですけど、一応レベル33のブースターが1体いて、その子の進化だったり多少レベルを上げるのにアメ使っているので、それだけ使っててこれぐらいということは、やっぱりプリンと同レベルぐらいにアメをゲットすることがね簡単なのかなと思います。フレンドさんからも送られてきやすい部類だと思いますしね。 EV も育成おすすめ、かつ万能アメを使うのはあんまりおすすめしないというような感じで、ゼニガメの飴めちゃくちゃ溜まってるわ、すごいわ。これ一つずつコメントしてったら日が暮れるな。ゼニガメに関してはね、私レベル30のカメックス2体いるんですよ。1体が初めてチュートリアルでゲットした子をレベル30まで育てた子で、もう1体がカメックスでゲットした子を25レベルぐらいから30レベルに上げた子の2体いるので、まあ多少というか結構飴使ってると思うんですけど、やっぱラピスラズリコハンに11周いた影響もあってか、まああまりにも溜まってますね、ゼニガメの飴。なのでゼニガメも育成はちゃめちゃおすすめです。そして次に来るのソーナンスなんだ。まあソーナンスもめっちゃフィールドいるもんね。で今回一応ソーナンス強化ということなので、ほんとね、神ソーナンス来たらマジで育てるのありなんだよな。ソーナノちゃん、神ソーナノちゃんとの出会いを一生待ってますねで不思議種の飴もあれだね、ラピスにめっちゃいたからこれだけ集まってるということですね。不思議種育ててないんですよね、育てたい。一応今うちに ABC 食材の不思議種 EXP 獲得量アップの子がいるので、いやー、かなりやぶさかじゃないのかもな。そしてウソッキー、メリープも結構溜まってるんだ。面白い。まあウソッキーはね、なんとなく想像つく気がするんですが、メリープも電気タイプウィークとかでかなり溜められたのかな。で、ヌイコグマの飴が、ラルトスの飴とね、カイリュウの飴はもうほとんどなくなっちゃってるはずなんですよね。使っちゃったので、つい最近。あ、もう、2と5。ね、使っちゃったんですけど、ヌイコグマはやっぱりその進化段階が一段分少ないからなのか、あんまり積極的に狙ってなかったからなのか、明らかに他の2体に比べて少ないですね。他の2体の方が全然持ってる飴なので、これはどうなんだろう、ちょっとね影響あるのかもしれない。進化段階も1段階しかなくて、ネガを全部で8つしかないし、まあ元々あんまり出現もしないしで、そういったところが現れているのかもなということで、あーボマンキートゲピーはいいね。よく見る顔の、よく見る飴がこれだけしっかり溜まっているよということで、この辺もな、私トゲピーちょっと期待してんだよね。夢のかけらゲット S をさあ採用したいんだけど、夢のかけらゲット S のポケモンをで2進化の1進化しかしないポケモンたちしかいないので、じゃあ2進化にして指を振るレベル6にしたろうかみたいな気持ちあるよね。ということでね、トゲピーの飴は地味にこう溜まってかないかなと思ってるんですけど、トゲピーに進化させると120個飴吹っ飛ぶから700個ぐらい飴欲しいねそんな感じで、ヨーギラスも育ててない割に、多分ヨーギラス育ててない割にこんだけ飴があるのは、多分結構フレンドから送られてきてるんだと思いますね。私トープ洞窟にもそんなにこもってない、今週が7週目とかのはずなので、かなりだからヨーギラスはフレンドから送られてくる飴人気が高いのだと思われます。これワニの子もそうだと思う。私ね、シアンの砂浜も全然行ってない。シアンも7周か8周ぐらいしか行ってないんじゃないかな。でワニの子厳選を全くやってこなかったので、その中でこれだけ集まってるってことは、やっぱフレンド人気のある飴ってことかなと思います。でまあコラッタ、ゴクリンはまあよく見るよねっていう感じで、ライコウの飴400個あるわ、すごいわ。これはだからもうライコウイベント中にみんなが送ってくれた飴だよね。もうほんとそれ考えるとさ、ワニの子、ヨーギラス、ライコウ、あと誰イーブイあたりは本当にそのガッとみんながフレンドがみんな一斉に送ってくれるタイミングがあるってだけでこんだけ行くんだってことだね。で玉ざらしも多分そう。玉ざらしはね、以前ホリデーフェスティバルキャンペーンとか、12月、昨年の12月とかになっちゃうんですけど、玉ざらしいっぱい出てくるイベとかがまああったりしたので、そういうタイミングで、ね、ものすごく注目を浴びたので、私アカウントレベル50を超えてるトドゼルが2体いるんだけど、2体いてなお400個あると
いう感じですね。なので、1体の子はね、レベル55にした状態で、飴をもうめちゃくちゃ貯めといて、レベル60解放が来たら、ドカンと使えるようにしておきたいなぁとは思ってるんですけど、夢のかけらが多分足りない。足りないね。で、ヤドンもね、尻尾解放を急ぎたい理由がある人以外は、そんなに急がなくても結構貯まる、ヤドンの飴は。相当貯まるし、ほんと飴ブースト使わなくてもレベル30にするのが容易なぐらい飴貯まるので、急がないのであればゆっくりでいいよというのはお伝えしておきたいかなと思います。影坊主の飴が結構あるのはなんでなんだろう。もうこの辺からはあれかな、あんまり見ない子たちになってくるのかな。影坊主もあんまり見ない、コダックもあんまり送られてこない、デデンネちゃんはたまたま電気タイプウィークを経たからいっぱいありそう。ニャースはだから送られてこないんだ、フレンドから。ラピスラズリに長いことこもっていたので、それなりにニャースケートを見た気がするけど送られてこなかった。チルットはチルタリス1体育てているけど、ウトウトタイプとぐっすりタイプでチルットの飴両方ねゲットすることができるので、まあそこそこ集めやすい方なのかなといったところ。ガーディはね、今まで進化系が出てこなかったから、若草、シアン、トープとサンフィールドで出てくるけど飴少なめ、デルビルはトープでしか出てこないから飴少なめ、ドードは若草でしか出てこないのと、私ドードリオを多少育成していたので少なめ。この辺そうだね、もうデルビル、ドード、コイルあたりは出現フィールドがそもそも少ないっていうポケモンたちかな。でルカリオの飴はなんでこんなに少ない。リオル結構見ない、あリオルしか見ないからかな。なんかさ、トゲピーとかってさ、トゲチックとかトゲキッスもさ、ちょいちょい見る気がするんだよね。アーボ、アーボックとかマンキー、ヨコリダルとか。でもリオルってさ、ルカリオがそもそもウノハナでしか出てこないのもあって、あ意外と飴たまんないんだリオル、これ結構意外だね。あと単純にやっぱフレンドリサーチで送られてこないっていうのもあるのかな。ディグダも、ディグダはお腹の上でないのも影響してそうだね。オッケー、いやもう喋りまくっちゃったね。でももうちょっとお付き合いください。カラカラは育ててた子がいるので飴少ないので、実際はもう200個ぐらい上乗せされてると思う。だからトゲピー、マンキー、アーボあたりの位置に来るんじゃないかなと思ってますね。デロコンは今回のイベントを1週間で、まあフィールド、あのフレンドリサーチで送られてきたものも含めて一気に225個なので、エンテイリサーチイベントまで含めれば結構こう現実的に一気にレベルを上げられる分だけの飴はゲットできるのかなと思ったけど、進化の分まで考えるとちょっと心もたないか。なのでロコンを一気に即戦力にしたい人はちょっと万能飴回していってもいいかもしれないですね。若草とトープでしか結局飴リサーチではゲットすることができないので、そこはもう割り切っちゃっていいのかも。人影の飴は少ない割には、私あのリザード2体いるので、そういったところが影響して、そう雪かぶり、バリアード、イワーク、あたりの3体、あとはキュアワーとかもそうかな。この辺は出現フィールドが限られてたり、後発で出現してきた子なので、まあ、少なめになっているよというところ。雪かぶりもこれ見ると育てるのやっぱ大変だね。今後ウノハナ雪原に何かしら新ポケモンが追加されたりとかして、そういうタイミングでみんながウノハナにダッと行って、デリバードだったり雪かぶりだったり、デリバードの飴だって103個しかないもんね、とかの飴をみんなが送り合うっていうタイミングにワンチャンもらえるかなって感じ。そういうね、過去あったタイミングもね、結構ぐっすりだったらみんな玉ざらしを投げ合うみたいな環境だったのかなと思うので、こんな感じですかね。あとこっから先は多分育ててるポケモンたちになってくるかな。ゴースの飴はめちゃくちゃ手に入るけど、それでも今ね、ゲンガーがレベル54なんですよね、を育ててて残り144個というような感じ。これもね、レベル60に向けて貯めておきたい飴で、ピッピも育ててる、石粒ってもうゴローニャレベル30がいる、ガルーラ育ててる、デリバード育ててないけどない、メタモンは育ててる、チコリータ育ててる、ピカチュウ育ててる、ヘラクロスは無進化ポケモンで全然出てこない、アブソルもは育ててる、カイロ育てた、ヤミラミ育ててない。あ、もうこの辺がいよいよだから、あ、だからもうシンプルに最下位ヤミラミだ。うん、シンプルな最下位闇ラミ、ミニリュー、ラルト、スキャトピー、ヒノアラシ、グレッグル、ナマケロは育てた。育てました。レベル30の子とかがおります。ので、シンプルに最もこのゲームで無課金が普通にプレイをしていると、アメが手に入らないポケモン、それは闇ラミということで、ありました。ヘラクロスも相当、だからもう無進化スキルタイプのきつさが如実に出たっていう感じですかね。アメ見るだけでもうなんかむちゃくちゃ喋るじゃん、私。ねえ、というようなね、なんか本当にただアメを見ながらダラダラと喋っているだけのね、人のポケモンのアメボックスだったわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。
そんな感じでやっぱりね、無進化ポケモンのスキルタイプ厳しかったね。まあそりゃそうよなって感じなんだけど、無課金で使うの難しいし、フレンドに送ってもちょっとしょうがないしみたいな、こんだけ少ないんだとちょっとしょうがなさ出てきちゃうよね。やっぱソーナンスとかさ、ウソッキークラスで飴があるのであればさ、ほな神個体来たらやっちゃうぞって思わないでもないじゃない。それでも多分難しいところあると思うのよ、スキルタイプのポケモンでメインスキルの種をね使うかどうかが強さに大きく影響してきちゃうので、そこまでいったらもうトゲピーもだからもうちょっと欲しいよねトゲピーもうちょっと欲しいね。頑張って貯めていきたいところではありますね。オッケー、めちゃくちゃ面白かった。そんな感じでね、ポケモンの飴一覧で見られるようになりました。もうでも大体ざっくり皆さんがね思ってるのと一緒だったんじゃないかな。あんまり新しい発見っていうのはなかったかな。どうでしょう、皆さん的に何か新しい発見はありましたでしょうか。だから飴を送り合う、そういった人気で上に来てそうなのはやっぱりヨーギラスだったりとか、あと使っちゃったけどミニリュウとかは人気高そうだなっていう感じがしましたね。で無進化ポケモンはやっぱり育てるのが難しいとか、ヤドンは勝手に溜まるとかね、マダツボミ、プリン、イーブイ、ゼニガメ、マダツボミ、プリン、イーブイ、ゼニガメ、トップ4かなトップ4と呼んでいいような気がする。そのぐらい飴も溜まるし、フレンドからも多分送られてきやすいポケモンの飴となるので、ポケモン無課金飴ティア上位トップ4はこの4つなんじゃないかという気がします。まあたまたまね私が育ててなくて、そう表示上多く見えてるだけかもしれないんですけど、そんな感じですね。じゃあ最後にちょっとだけサブアカの飴も見て終わりにしましょうか。このまま喋り続けてると永久に喋れる気がするので、サブアカにバトンタッチしたいなと思います。ということでサブアカの飴を見て締める前に、ちょっとお話がとっても長くなってしまったので、ここで間にメインアカウントの朝レポ挟みたいなと思います。どうぞ。じゃあということで朝レポやっていきたいと思います。294日目のリサーチです。見ていきましょう。炎タイプウィークキャンペーンが終わりまして、まあね、トープ洞窟に残留しながら爆風であったりのレベルをね爆風であったりのレベルを上げたり、あとはねまだ全然見られていない炎タイプの寝顔を埋められたらなというところで残留したわけなんですけれども、早速ねスヤスヤタイプの睡眠タイプ引くことができましたので、どうだろう、マグマラシぐらいは埋められるかな。星2寝顔をねまだマグマラシ見られてないんですよね。というところで眠気パワーは1824万8800で参ります。星3寝顔以上ないので、マグマラシの星2まだ出てこないかな。どうだろう、ギリギリ出てきてくれているかもしれないなというところで見ていきたいなと思います。リサーチへワンチャンありそうな気もするんだけど、どうだろう。あとはシンプルにロコンゲットしたい意味もあるよね。ということでラッタちゃんスタートとなりまして、これラッタ星2なので、結構もうこの時点で眠気パワーは使ってそうね。バンザーイってしてほぼ起きとるやないかいのポーズがめっちゃ可愛いよね。さあラッタの星2棒立ち寝からスタートしていきましょう。リサーチ EXP はトータル800ぐらいになるかな。なのでマグマ嵐の星2があったらもうそれでほぼほぼ全部使い切りまである。背中丸めには日の嵐、嬉しい、日の嵐嬉しい。さらに丸まりにはロッコンちゃんですか。炎タイプウィークキャンペーン継続しているのかもしれないいやーね、まさかね、こんななんだろうな、日の嵐に会えるだけでやっぱトープスヤスヤってめちゃくちゃこう嬉しかったね記憶があるんですけど、まさかねこんだけ嬉しいリサーチができるようになるとは、ちょっと語弊あるな、かなり語弊あるけど、めちゃくちゃ嬉しいですねロコンちゃん。さあお腹さすりには誰だっけね、ひょい、あ人影だ、嬉しい。炎タイプウィークキャンペーンがとんでもなく継続してます。炎タイプウィークキャンペーンの時より炎タイプ出てきてる。あと一体寝顔、新寝顔ではなかった、顔かきにはコラッタかな。オッケー、ということで炎タイプとコラッタ族といったようなね、初日のスヤスヤタイプリサーチでした。まとめてリサーチしていきましょう。いや嬉しい、これここであれだね、チャンス1体確定まだ続いてて欲しかったところなんですけれども、さあ炎タイプウィークキャンペーン的な要素はそこまで続いてくれるんでしょうか。ね、おやつタイム入っていきたいかなと思います。いやこれはこうゲットしたいポケモン的にもめちゃくちゃありがたいのかなというところではありますね。うわチャンスついてくれるわ、炎タイプウィークキャンペーンですオッケー、ということで、うわじゃあほなロコン狙いましょうかね。もう雨ブーストもなくなってしまったわけではあるんですけれども、うん、あのサブレイが信じられないぐらい今枯渇中でありますし、爆風雲のね雨、じゃあ、あの日の嵐の雨を今もうほとんど
蓄えられてないので、今から日の嵐をゲットしても雨ブーストもないし、即座に育てて園庭リサーチイベントでスタメン起用するというのはかなり難しいだろうなとかなり難しいだろうなと思っておりますので、本日はね、運よくチャンスがついてきてくれたロコンちゃんをお迎えしての終了となりますね。ロコンだったらギリギリ育てられないこともないのかな、どうだろうどうだろうね。いや、ロコンに関してはな、もう園庭リサーチイベントで育てるというのであれば、なんならもうキューコン超成功からの直ゲットからの即採用みたいな。キューコンね、レベル高いんだよね。30レベなんてことあんのっていう気しないね、それぐらいね、レベルが高いレベルでキューコン、日本語間違ったな、高いレベルでね加入してくれるので、そういう意味でやっぱり石も使わなくて済むし、キューコン鋼のあたりは直ゲットもワンチャンありそうな雰囲気がありますが、せっかちなので育とうという意思はものすごく感じる。うちのパーティーせっかちな子めっちゃ多いな。さあ、ステータス見ていきましょう。 SP がめちゃくちゃ上がってるわけでもないので、そうだね、木の実の数 S ってわけでもない。食材なんですか？お、オールダイズだ。これはこれでね、エナジー的にはね、こう若草コーンの方がもう全然強いんだけど、第二食材。ただもしね、炎タイプウィークキャンペーンで大豆レシピ狙うのであれば、この子めちゃくちゃ活躍してくれそうなので、結構あれだな、一向の余地ありなのかもしれませんね。大豆忍者サラダとかメインアカウントは結構作れたり作れなかったり作れたりね、しなくもないのでね、今週から備蓄する食材を変えていかなきゃいけないんですけど、ワンチャンあるのかも。さあ、サブスキルせーのほいということで、あ、食材確率が上がっているよという感じなので、ワンチャンあるのかもワンチャンあるんだけど、ワンチャン、本当にワンチャンだけはあるのかもしれない。多分ね、200個ちょっと飴があれば EXP 獲得量アップの性格だったらギリレベル30とかまでいけんじゃないかな。どうだろう、全然いけなかったらごめんなさいなんですけど、そうね、大豆レシピを検討する上ではワンチャンあるのかもしれないなといったロコンちゃんでした。やっぱり食材 AA はね、それだけでこうプラン組み立てやすいっていうのがね、いいよね。何か特定のポイントポイントで起用する場合はね、そういった子の方が使い勝手がいいなというのは、まあやっぱり感じるところではあるんですけれども、長く一緒に旅をするという面では、いろんなね、食材持ってこられる方が汎用性という意味では上がるのかなというのでね、そこに関してね、やっぱ第二食材コーンのロコーンはね、とっても汎用性高いなと思うので、まあ悩ましいところではあるんですが、どうだろう、トープ洞窟でしか出現しない、トープ洞窟と若草本島でしか出現しないから、今後めちゃくちゃ厳選するかと言われると難しいところがあるので、もう役割1個バシッて決めて大豆個体をね採用するっていうのも大いにありなのかなと思います。きっと大豆今後追加レシピ必ず出てくれると思ってますので頼みますよ運営さん、マジでここまで必ずっていうぐらい単価切らせていただきましたので、信用しているということであります。ということでね、ロコンちゃん2体目のお迎えでした。ようやく2体目ゲットできました。ありがとうロコン、よろしくね。ジャスということで、サブアカにバトンタッチしてきました。サブアカはもうさらっといきましょう。答え合わせみたいな感じですかね。じゃあこっちも所持数順にしてドンで、照準ほいということで、プリン920個、ゴース四天王に入れてもいいかもな。ゴース四天王入りあるかもしれない。トップ5かな。ミニリュウラルトスはやっぱでもこれ人気なのかな。あれなんだっけ、ヌイコグマの飴はね、私使っちゃってるんだよな。レベル30のヌイコグマ1体いるから、まあそこそこ300個400個ぐらい上乗せされんのかなってなると同じぐらいなんだけど、多分ミニリュウの方がなんとなくみんなフレンドリサーチでは送っておこうかなという気持ちが強い気がするね。11週間いただけでゴースに迫るぐらい。でもゴース使ってんだよな、プリンも使ってるのよ私、サブアカは。だからね、ゴースとプリンはやっぱね、頭一つどころではなく抜けてるわ。で、EV の飴、私レベル54のエイフィーが1体おりますので、抜けてる。抜けてますね。ここも抜けてる。プリン、ゴース、EV、やっぱゴース強い。で、マダツボミどこ行った？マダツボミ、マダツボミ。マダツボミの飴、382個。レベル31のウツボットが1体います、うちには。なので、300個、400個、500個ぐらい使ってるかもしれない飴。それを考えると、まあ、まだつぼみも、でもやっぱこの辺の位置には入ってくるトップ層な気はしますね。人影はやっぱ御三家。関東のね、パートナーポケモンだけあって、イベントの優遇とかもあったりで、それが影響してこんだけ飴あるんじゃないかなっていう気がしますね。石粒でも宇の花で出てくるからいっぱいある。ゼニガメはね、うちレベル50のカメックスいるんですよ。というには信じられないぐらいに雨あるね。いやもう本当にこの辺、皆さんこの辺のポケモンを育ててください。エアポッズケースの充電があんまりありません
プリン、ゴース、まあ、ミニルはちょっと諸説ある。ラルトスは育てていいと思う。EV もめっちゃいい。チコリータも育てやすい。チコリータ育てやすいよね。シアンでも出てくるしね。で、人影はイベントの優遇があったから雨手に入りやすかった。そうじゃなくてめっちゃ雨のある石つぶては育てやすそう。ゼニガメめちゃくちゃ育てやすい。ゼニガメ超おすすめ。多分チコリータよりも上だと思う。育てやすさ。で、ヤドンはあのレベル30のヤドンがいるのに、ヤドランがいるのに、あのアリエンほど溜まっている。ヨーギラスはやっぱりみんな送り合おうっていう意識が高そう。玉ざらしはレベル52の子がいます。トゲピーの雨もっと溜めたい。キャタピーも結構あるね。キャタピーは若草シアンでしか出てこないんだけど、多分若草にイベントの旅に帰るときにバタフリーの星さんを皆さんよく見てませんか？あれかなっていう気がしないでもないね。で、ライコーの雨はやっぱこんだけあるんだ。だからエンテイも何もしてなくてもこれぐらい行く可能性があるよというところですね。エンテイ育てたい方はこれプラスアルファどれぐらいそのエンテイの飴をたてがみで交換しようとかちょっと考えてもいいのかもしれませんね。以下グレッグルは育ててなくない？私グレッグル育ててない。メタモンがやっぱもらえる飴の量が多いからか結構ある。影坊主こんなもん、メリープこんなもん、不思議だねは育てちゃってる、ゴクリンこんなもん、ガーディー、リグダ、チルットはね育ててるけど、だからやっぱりチルットもそこそこ手に入りやすい方。ヌイコグマもそうで、ルカリオはリオルちゃんがやっぱりさっき言った通りゲットしづらいで、私これあれだ、でリバードの飴に関してはあの自分で育てててレベル55プラス飴700個ぐらいを持ってレベル60解放を待ちたいなと思ってるので、もう万能飴ほぼ全部デリバードに突っ張ってますね。もうデリバードはどうせ飴手に入らないだろうなと諦めているところからのスタートだったので、そんな感じですね。で、雪かぶり、イワーク、育ててない無進化ポケモンたち、カイロス、アブソル、キュアワ、バリアード、後発組バリアード、うわ出た、出ました、ヘラクロス79個、そしてガルーラ97個、デデンネはね育てた、だからデデンネの飴は結構手に入ったイベントのタイミングで。で、闇ラミが最下位か、コイル育てた子がいるからやっぱ闇ラミが最下位です無課金アメティアの一番下は闇ラミということになるのかもしれませんので、全国の闇ラミ使いの方であったりとか、もうだからもうシンプルに無進化ポケモンだねを育てるよっていう方はもう全身全霊でその子に万能飴を与えていっていいのかなというところですかね。メタモンだけは多少頑張れるかなというような結果でしたさっくりいくとは何だったのかぐらいめちゃくちゃ喋ったけど、これやっぱ見るの面白いね、ポケモンの飴ね。こんな感じでね、大体どのポケモンが育成しやすいかというところに関わってきまして、この育成しやすさというのが個人的には無課金プレイをしていてものすごく大事になってくる要素だなと思ってはいるんですが、昨今夢のかけらが足りないということで皆さんお悩みだと思うんですよね。飴で育成するということはそれだけ夢のかけらを要するということでもある中で、さ、夢のかけらゲット S のポケモンたちが飴で全然育成できないの皮肉が効いてるような気がしないでもないよなぁ。ニャース、リオルですらこれだもんな。ニャース、リオル。だからゴクリンが一番育てやすい。まあそりゃそうか。ゴクリンもマルノームも結構いろんなフィールドで、ウトウトタイプ出てきますけれども、ニャースケートは若草ラピスラズリ、ルカリオがウノハナでしか出てこないということを考えると、一番育てやすい夢のかけらゲット S のポケモンはマルノームで、おそらく間違いないのかなとで、ステータス的には2進化相当、フレンドポイント20あるルカリオが一番強くなりそうだし、その次強いのは多分闇ラミなんだけどね、この現状を見るにね、えその辺どう考えるかだよね。雨で育成するには夢のかけらが必要、でも夢のかけらゲット S のポケモンたちはぶっちゃけ育てやすいとは言えないというね、結果でしたね。やっぱりフレンドさんからどれだけ雨送られてくるかが大きいね。どれだけのフィールドにその多くの寝顔が出てくるかっていうのと、フレンドからどれだけ雨送られるか、やっぱ合算してこんな感じになるよなという結果が浮き彫りだったのかなというようなところですね。逆に言うと、そのチコリータだったり EV プリンとかは厳選沼っちゃったとしても後から挽回する、もう一気にレベル50、55はさすがにきついな、50とかまでは一気に育てることが可能。ゴース、まだつぼみあたりもそうかな、アメブーストなんか絡めればもう一瞬でレベル50とかまでは行くことができるのかなと思うので、
ね、ぜひね、そういったこともちょっとね意識して今後のねポケモン育成してみてください。皆さんは飴が一番少なかったポケモン、育ててない子でね、飴が一番少なかったポケモンなんでしょうか。そういった子もね、もしよかったらぜひコメントで教えてください。というわけで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。いやー、ポケモンの飴ポケモンの飴見てるだけで私こんなに喋れるんだっていうね、面白かった。いろんなこと考えてたのかな、別に考えてないか、思ってたことがただそのままね、その通りだったよっていうような結果でしたけどね、かなり面白かったので、ぜひ皆さんも一度ご自身のバッグのポケモンの飴見てみてください。それではエンテイリサーチイベントに向けて準備進めてまいりましょう。そしてね、ルカリオだったりペルシアン、今回夢のかけらゲット S のポケモンたちもたくさん話に出てきましたが、一応どころかね、純粋に強化でありますので、何かしらね、そろそろ無課金もこの子たちと向き合っていく瞬間が来るのかもしれないということで、おいおいね、そういったことも何かしら考えておきたいなと思います。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。